すべきですよ。さて、ただいまから田村正香賞、田村正香って言います。覚えておいてください、ね、あの目的は覚えていただいて、今本当あのコロナの、ね、長い影響もあったりしてね、全国各地で、イベントするとかコンサートするとかもう非常に困難な時代を経てね、だからもう YouTube でお客様とつながろうと、そういう趣旨ですからね。だからお家帰ってからいつでもゆっくり、ね、田村正香賞を見ていただければと思います。さて、ここではね、せっかく、現場に居合わせたご縁ですからね、生の音をお届けします。ピアノ、そしてオカリナ、これが素晴らしいです、ね。まあ、ちょっと最初、せっかくピアノがいたら、ピアノからちょっとやっていきたいと思いますね。静かなうちに、弾いておきたい、やっておきたい曲、いい曲いっぱいありますけどね。アベマリアいきましょう。アベマリア、ね、グノーさんの書いたアベマリア、面白いのはね、あのバッハの平均率の1番を伴奏に使ってしまったっていうね、名曲ですけどね。それではグノーのアベマリアいってみたいと思います。似てますもんね。それがね、本当この
コロナになる前ね、音楽家なんだけど、そっくりさんでやり始めたのね、やり始めたら、いろんなイベントに呼んでもらってね、東京、大阪、九州もあちこち行って、忙しかったね。コロナでそういうのが一切なくなった。で、まあ今、さっき言ったように、心ホテルのこのロビーコンサートだけずっとできて、まあここがメインになってるんですけど、じゃあ、お客さんがよく言うんだよね、え、モノマネしねえのかよってね、モノマネ。いや、しないわけないです。するんです。やってるんです。それで、ね、実はね、田村正和さん、口数少ないです。歌うわけじゃない。踊るわけじゃない。ね、話題の古畑任三郎。以上、おしまいです。モノマネって言ったってね、もう1分もあれば終わっちゃうね。まあ、ただ私はたまたま音楽家だから、シナリオとしてね、あ、ようこそ、田村と言いますね。田村正和さんが、音楽家の役どころをやったらこんな感じかな。そういうふうに見ていただければ2倍楽しいですから、まあ、そういうふうにご理解ください。さて、今言ってたオカリナ、これが素敵なんですよ。私、たまたまこのオカリナに、接する機会があったんだけど、それがね、もうピアノ以上にお客様に喜んでいただいているような手応え感じてたよね。さあ、それでここの舞台の自慢、ピアノが2つもあるでしょ。なんで、ね、2つも。坂本龍一さんのコンサートを見たときにね、グランドピアノ2つ並んでて、ああ、20層あるんだ。そしたら、坂本さんがひょこっと1人出てきて、1人で弾いてるね。で、もう1個のピアノは鍵盤だけ動いてる。これはね、自動演奏機能を使ってるね。だから自作攻撃っていうね。だから私もそれ、自動演奏機能を組み込んで、あらかじめ伴奏を弾いてます。ね、だからね、まあ、鍵盤が動いてるだけでも楽しいんだけど、私をもう一人用意いたしました。ね、ここに私が座ります。さあ、じゃあ、ピアノの生の演奏に乗せて、オカリナの音を聴いていただきましょう。ようこそ北海道へ、北の国から。せっかくですから生の音をお届けいたします。さっき言ったように、私はもう今ここの舞台がメインでやってまして、 YouTube あるでしょ。 YouTube でこれでカメラで撮って、ね、活動を、載せております。それをお客様に見ていただく。そうしたらね、見ていただく人がだんだん少しずつ増えてきて、いろんなリクエストをいただけるようになったので、
さあ、じゃあそのリクエストの中から、これはもう随分前にいただいたリクエストなんですけど、こういった、コンサートの場でお客様に元気を分けてあげられる曲というのを、見つけました、ちょっと昔の作曲家なんですけどね、古関裕而さんね、高原列車はとても軽快な、曲ですから、元気をもらって帰ってください。さあ、高原列車は松任谷由実、由実の春よ来い、まあ、せっかく4月ですからね、やっときたいと思います。春よ来いちょっと仕上げてみました、やってみたいと思います。Thank you.
ストをいただいてましてね、どんなのがあったかな。そう、あの人気ドラマのサザエさんね、サザエさんも、リクエストいただきましてね、ちょっとやってみたいと思います。初めてやるから、まあ。Thank you.
コーナーですね。なかなかあの伴奏がね、かっこいいですよね。さて、このオカリナなんですけど、本当このおもちゃみたいな楽器でね、まあ、ここのコンサートやってると結構オカリナやってるんですよっていう人も、よく出会います。まあ、あの総次郎さんがあれだけ活躍しましたからね、みんなオカリナのことは非常に身近に感じてると思います。でもね、意外とね、オカリナのこと初めて聞きましたよっていう人が結構いらっしゃるんですね。なかなかいいでしょ、この生の音がね。私もびっくりしてるんですね。まあ、そこら辺で楽しんでいただければと思います。さて、このオカリナのこの何とも言えない、柔らかい音がね、ぴったりな曲があるんです、ね。山下清さんのことをドラマに描いた、芦屋雁之助さんがやってた裸の大将放浪記でね、まあ、芦屋雁之助さん病気で亡くなっちゃってね、しばらくやってなかったんだけど、一回だけね、覚えてますかね、見ましたかね、塚地君、芸人の塚地君がやった、あれめちゃくちゃ良かったですね。あれ、またやってほしいな、ね、本当に素晴らしかったからね。ひょっとしたら寅さんのように一生それでご飯食べられるんじゃないかっていうぐらいぴったりのぴったりだったね。まあいいや、野に咲く花のようにっていう主題歌なんだけど、これはまた素晴らしいですね。オカリナにぴったりだと思いますので、やっていきたいと思います。Thank you.
そらくやっぱりね血筋が違うよね。森山良子さんの息子なんだからね。まあこれ一曲で一生仕事に就けるんじゃないかな。それいい曲いっぱいあるんだけどね、何言ってみようかな。そうだ、最近仕上げた、これね、スマップが歌った、牧原紀之さんかな、これ、紀之さんっていうかな、の曲、世界に一つだけの花、やっと期待と思います。これもいい曲ですよね。そうそう、お客様もね、時々、田村まさかの YouTube 見てほしいんですよ。それがこのコンサートでの目的。ね、田村まさか知らなかったでしょ、ね、何でもだと思ってきたでしょあの、まあ、音楽家なんだけど、モノマネなんかやっております。まあ、そういう人間です。YouTube で公開しておりますからね。田村まさかで、スマホでもいいから検索してみたりですね。田村まさかさんと一緒に出てきますから。ね、それで田村まさかの方にピュッと入っていくと、私の YouTube が広がっている。ね、今日のやつもカメラで撮ったら、今日の11時ぐらいになったら公開しますからね。そういう格好で、いろんな日付にいろんな曲が、やってる曲違いますからね。楽しんでください。さて、世界で一つだけの花。3回目っていう人が結構いて、
なんか10年もやってると本当にありがたいなっていう、気持ちでございます。さて、中島みゆきさんやっていこうかな。中島みゆきさん、これ本当に人気ありますね。いいと、来ていただいて本当にありがとうございます。ちょっと宣伝になりますけれども、オカリナやってみたい方、私の使っているオカリナ、これはね、私が1個ずつ調律してるんです。いや、もちろん私から買う義理なんてないんだけど、お店屋さんで楽器屋さんで買うときはね、結構音痴なんだね。それ気をつけて買わなくてはいけないね。まあ、楽器屋さんで買う場合は7000円ぐらいから売ってるの、私のは1万円ね。それでも調律してます。よかったらお使ってください。それからね、車で聴きたい方、CD がこれいっぱいあるから何買ったらいいか分かんない。それで、いろんなご要望があってね、その今、この1、2年スタ、このスタイルでやっている自動演奏ピアノとオカリナの、これをね、今整理してみたら158曲あるんだね。これをメモリに入れちゃいました。ね、まあ、オムニバスあるわけね。1個1万円。ね、これだったらもう、何時間でも聴けますからね。そういうのもあるし、それからここに10枚あるアルバムが全部このメモリーに入ったやつもあります。 CD の場合は1枚2500円、もしよかったら置いときますからね。
買って帰ってください。さて、最後の曲はね、オリジナル曲があるんですよ。オリジナル曲をちょっと一曲聴、いていただいて締めくくりたいと思います。今日は来てくれてありがとうございます。ベーシックシーンというアルバムの5番、おぼろ。ありがとうございました。